後輩隊員に湯飲みを投げて怪我をさせたなどとして航空自衛隊春日基地に所属する男性隊員2人が懲戒処分を受けました。春日基地によりますと50代の巡装自衛官はおととし10月以前所属していた部隊の隊員らと酒を飲んでいた際後輩隊員に湯飲みを投げつけ頭を縫う怪我をさせたということです。話しかけても返事がなかったことに腹を立てたということで別の事案の捜査の中で発覚し今日付けで停職4ヶ月の懲戒処分となりました。また30代の二等空尉は3年前の11月妻の顔面を平手打ちするなどして怪我をさせた後保護命令に違反して妻に複数回電話をかけたとしておととし DV 防止法違反の疑いで逮捕され停職4ヶ月の処分が下されました。2人の処分について春日基地は誠に遺憾今後教育を徹底するなどし再び起きないよう努めてまいりますとしています。